キンクラーゼは、グルジア・トビリシ出身の元ジョージア代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ディナモト・トビリシでは、リーグ戦を3回、カップ戦を2回制覇し、ジョージア年間最優秀選手賞を2度受賞した。デオルギ・キンクラーゼは1973年7月6日、当時はソビート連邦の一部であった、ジョージアのトビリシに生まれた。技術者の父・ロビンゾーン。 教師の母カトゥーナ、そして姉の4人家族で、トビリシのジズベ地区で暮らしていた。父ロビンゾンは、ゲオルギをサッカー選手にするため、ウサギトビで家の中を歩かせることもあった。6歳になると、ディナモトビリシのジュニアチームに加入した。母カトゥーナは、ロビンゾンの指導法に賛成しないこともあり、代わりに、ムテウルリというジョージアの民族舞踊に、レッスンに連れて行った。 数年後、キンクラーゼは、ディナモトビリシのユースチームに入団し、リザーブチームでもプレーした。この時のチームメイトに、後にトップチームや代表でも共にプレーすることになる、ショタ・アルベラーゼがいた。ソビエト連邦から独立した、ジョージア独自のリーグが結成された1991年、家族の友人は、キンクラーゼのマレタビトビリシへの遺跡を手配した。マレタビトビリシは、 カブリーグに所属する小クラブだったが、キンクラーゼにとっては、リザーブチームではなく、トップチームでプレーするチャンスが与えられた。キンクラーゼは16歳でデビューし、レギュラーに定着した。1991年には2部リーグで優勝し、プレーオフの入れ替え戦でも勝利を収め、昇格を果たした。1部リーグで1年プレーした後、ユース時代に所属していたディナモトビリシと契約を交わした。 遺跡金は100万ルーブルであった。ディナモトビリシと契約した直後の1992年9月代表にも選出され、アゼルバイジャン代表戦でデビューを果たした。ソビエト連邦が1991年に崩壊し、ジョージア代表が結成されてからまだ4試合目だった。ユース時代にチームメイトだったショタ、アルベラーゼも出場しており、キンクラーゼはアルベラーゼのゴールをアシストした。 ディナモトビリシでの1年目、リーグ戦とカップ戦の2冠を達成した。しかし、1991年から続いていたジョージア紛争により、ディナモトビリシの経営者は選手をより安定した環境に置こうとした。その一環として、キンクラーゼはドイツの 1FC ザールブリュッケニエレンタル遺跡に出された。1994年3月4日、 ブンデスリーガ2部でのテニスボルシアベルリン戦でザールブリュッケンでのデビューを果たした。ザールブリュッケンではレギュラーに定着できず90分間フルで出場することはほとんどなかった。シーズンが終わるとトビリシに戻ってプレーを続け1993年のジョージア年間最優秀選手賞を受賞した。ディナモトビリシのオーナーメラブジョルダニアはキンクラーゼを 正常不安のジョージアでプレーさせることが落ち着かなく、アトレティコ・マドリードに約20万ポンドでのオファーを持ちかけ、トライアルまで進んだが契約には至らなかった。レアル・マドリードのリザーブチームでのトレーニングに参加していたところ、ボカ・ジュニアーズのスカウトの目に留まり、1ヶ月間の期限付きで移籍した。キンクラーゼは子供の頃からの英雄ディエゴ・マラドーナにもあった。しかし、 司令塔のアルベルト・マウリシオにタイプが似すているとシルビオ・マルソリーニ監督に見なされたため、ボカジュニアーズと契約を結ぶことはできなかった。1994年9月、モルドバ代表戦に出場すると、彼の試合でのパフォーマンス映像で見た、イタリアの複数クラブが興味を示した。イタリアのメディアは彼を国会のリベラと名付けた。しかし彼のもとに、 具体的なオファーが飛び込むことはなかった。マンチェスターシティのフランシス・リー会長は映像を見ると、初めて彼に交渉を持ちかけた。リー会長は、ジョルダニア会長と接触し、ディナモが選手を売却を希望する場合、シティが優先交渉権を持つことで合意に達した。2ヶ月後、キンクラーゼは5から0で勝利したウェールズ代表戦で、代表初ゴールを決めた。 ウェールズのゴールキーパーネビル・サウスウォールは試合後彼らは我々を殺した。キンクラーゼは別次元で圧倒的に優れた選手だと語った。翌1995年にはカーディフ・アームズ・パークで再びウェールズと対戦した。キンクラーゼは18メートルの距離から芸術的なループシュートを決め、これが決勝点となった。ディナモト・ビリシでのラストシーズンでは 再び2冠を達成した。キンクラーゼは21試合に出場し14得点を稼いだ。海外の複数クラブが彼に興味を示していた。ジョルダニアはリートの合意を守り、キンクラーゼは1995年7月15日にマンチェスターシティと契約した。遺跡金は約200万ポンドと報じられた。労働許可が降りると8月19日のトッテナム戦で、 デビューした。1995から96シーズンのマンチェスターシティは低迷していた。リーグ戦最初の3ヶ月で一勝しかできずにいたが、キンクラーゼはすぐに売れっ子になった。アストンビラ FC 戦でナイアルクイーンからワンツーのパスを受け、シティでの初ゴールを決めた。当初、キンクラーゼはホームシックにかかっていてホテルに閉じこもって、 英語もほとんど話さなかった。彼のホームシックを直すため、母がマンチェスターに行き、慣れ親しんだ料理を食べさせた。1995年12月9日、ミドルズブラ FC とのアウェー戦での活躍で、メディアやサポーターは彼をスター選手とみなすようになった。この試合は、キンクラーゼとミドルズブラのブラジル人司令塔、ジュニーニョ・パウリスタとの対決として宣伝された。 キンクラーゼは先制ゴールを挙げるなどを古軍奮闘したが、ミドルズブラが4-1で勝利した。しかし、ミドルズブラのサポーターは、キンクラーゼを対戦チームのシーズン最優秀選手に投票で選出した。1996年3月16日、キンクラーゼは2から1で勝利した、サウサンプトン FC で目を見張るようなゴールを決めた。彼は5人の選手をかわし、 デイブ・ビー・サントが守るゴールを破った。このゴールは BBC の番組マッチ・オブ・ザ・デーで月間ベストゴールに選ばれた。また年間ベストゴールでも2位となった。シーズンの最終日、マンチェスター・シティはフットボールリーグディビジョン1に降格することになり、キンクラーゼには FC バルセロナ、インテルナツオナール・ミラのリバプール FC、 セルティック FC といったクラブからの遺跡話が飛び込んできたが、彼はマンチェスターシティで引き続きプレーすることを選んだ。キンクラーゼは1995から96シーズンのチーム年間最優秀選手に選ばれた。1996から97シーズンは激動のシーズンで、キンクラーゼは1シーズンだけで、経営5人の監督の下でプレーした。キースカールがチームを去ると、 ペナルティーキックのキッカーを任されるようになった。またフリーキックでも多くのゴールを決めた。スーインドンタウン FC 戦では32メートルの距離からフリーキックで得点を挙げ、マンチェスターの地元紙、マンチェスターイブニングニュースはミサイルのようだと表現した。ディビジョン1ではキンクラーゼはしばしば2から3人からマンマークを受けた。 キンクラーゼの組み立て能力に対抗するために荒っぽいタックルで止めるチームもあった。1997年1月11日のクリスタルパレス FC 戦ではデイビッド・ホップキンのタックルを受け単価で運ばれた。マンチェスター・シティは昇格圏外でシーズンを終え、キンクラーゼがクラブを去るという憶測も再び湧き起こった。1997年3月3日、シーズン最終戦となった。 レディング FC を3-2の勝利で飾り、サポーターはこの試合を怪我のため欠場したキンクラーゼの残留を呼びかけた。サポーターのグループが広告料を出し合い、ハーフタイムにはスコアボードにメッセージが映し出された。キンクラーゼは2年連続でチーム年間最優秀選手に選ばれた。シーズン終了から1ヶ月後、彼はクラブに残る意向を表明し、 新たに3年契約にサインした。キンクラーゼは新たな契約による収入でフェラーリを購入したが、1997年10月29日にマンチェスター市内の橋で事故を起こした。キンクラーゼは30針以上抜の受けが多い、2試合欠場した。マンチェスターシティの低迷は1997から98シーズンも続き、1998年2月17日には、 フランク・クラーク監督が解任された。彼に代わり、ジョー・ロイルが2月18日に新監督に就任した。彼は現役時代、守備的ミッドフィールダーとして高い評価を受けていた。前年まで率いていた、エバートン FC は厳しいタックルを使うチームで、ドッグス・オブ・ウォーというニックネームが付けられていた。ロイルは広角圏で戦うチームの中で、キンクラーゼは、 手の届かない贅沢品だと考え、最初の理事会で、キンクラーゼを売却しなければならないと述べた。ロイル新監督体制で2試合を消化した後、キンクラーゼは膝を負傷し、1ヶ月間戦列を離脱した。前の週にはほとんど練習に参加しなかったにも、かかわらず、3月14日のポートベール FC で、早くも復帰を果たした。ポートベールは、フィジカルが強いチームで、 ぬかるんだコンディションは彼らにとって有利に働いた。キンクラーゼは彼にとって不愉快なポジションの右ウィングでプレーし、マンチェスターイーブニングニュースはほとんど目立たなかったと評した。シティは2から1で敗れ、ロイルはキンクラーゼを努力不足だと厳しく批判し、その後6試合ベンチ外とした。2005年、ロイルは自伝の中でキンクラーゼのことを次のように表現した。 サポーターにとって彼は唯一の希望だったが、私にとっては大きな障害だった。キンクラーゼに依存するのが悪いと言っているわけではないが、カルト的な現象になりすぎるのは良くない。彼がシティに来てからあまりにも頻繁にチームの調子が落ちる。一般的な意見には反するが彼は私の足を引っ張っていると推測せざるを得ない。リーグ戦に試合を残し、 マンチェスターシティは広角圏に沈んでいた。キンクラーゼは QPR をホームに迎えた試合でスタメンに復帰した。QPR のビニー・ジョーンズは凶暴な選手として知られ、一番良い選手を早い段階で片付ければ勝てるという哲学を持っていた。ジョーンズは試合が始まる前からキンクラーゼにターゲットを絞っていた。キンクラーゼは フリーキックで得点を決めたが、オブザーバーの記者が災難と表現したジェイミー・ポロックのオンゴールなどもあり、シティはリードを守りきれず、試合は2から2の引き分けに終わった。最終戦は5から2で、ストークシティ FC に勝利したものの、結局シティは3シーズンで2回の降格を経験することとなった。キンクラーゼはマンチェスターシティで通算119試合に出場し、 22得点を記録した。シーズンの終盤数ヶ月で遺跡交渉が行われ、キンクラーゼはマンチェスターシティからオランダのアヤックス・アムステルダムへ500万ユーロで遺跡した。この遺跡によってショタアルベラーゼと再会することになり、アムステルダムでシェアハウスをすることになった。だが、アヤックスではうまくいかずに終わった。キンクラーゼは、 当初やりリトマネンの代わりとして契約したが、リトマネンのバルセロナへの移籍が失敗に終わったため、アヤックスに残留することになった。その結果、キンクラーゼは、不慣れな左ウィングでプレーした。デビュー戦は1998年8月23日のビレム2だったが、その後先発出場は少なかった。さらに悪いことに、モアテン・オルセン監督が、シーズン序盤で解任され、 ヤン・ボータース新監督とは意見が一致せず、キンクラーゼはチーム内で居場所を失った。私はマラドーナになれたかもしれないが、彼は私に合ったシステムに変えようとしなかった。サッカーをプレーできず、生活は地獄に落ちた。とキンクラーゼは後に改装した。彼はすぐに別の場所に目を向けた。イングランドの一流クラブが彼に興味を示したが、就労許可が下りなかった。 アヤックスでの試合出場が少なかったため、代表チームでも居場所を失っていた。クラブでの地位を確立できず、怪我にも引き続き悩まされ、アヤックスでの移籍初年度は12試合の出場に終わった。2シーズン目には、背番号も与えられず、リザーブチームでトレーニングを積んだ。1999年9月には、シェフィールドユナイテッド FC へ移籍するとの噂があったが、 実現はしなかった。2ヶ月後、ダービーカウンティ FC への期限付き移籍という形で、イングランドへの復帰が決まった。キンクラーゼがダービーカウンティと契約した時、代表のレギュラーで出場できておらず、労働許可が自動的には降りなかった。だが、彼のイングランドでの活躍を鑑み、調査委員会は特別な許可を出した。 1999年11月28日、アーセナル FC 戦で、アビニムニとの交代で移籍後発出場した。2000年3月4日のウィンブルドン FC 戦で、移籍後発得点を決めた。シーズンが終わると、ダービーカウンティへの完全移籍が決まった。移籍金は300万ユーロで、この金額は2007年までクラブとしての最高額だった。 2000から01シーズンはヘルニアの治療のため開幕に間に合わず、キンクラーゼがチームの主役になると予期していたジム・スミス監督を失望させた。2000年9月6日のミドルズブラ戦でマルコム・クリスティと同時に途中出場し、復帰した。ミドルズブラに3の0とリードされた状態で投入されたが、ダービーはその後3得点を挙げ、引き分けに持ち込んだ。 その後4ヶ月、ステファノエラーニオとのローテーションで、先発出場や途中出場していたが、ミドルズブラ戦で股関節を故障し、2ヶ月間離脱した。キンクラーゼは、シーズンを通じてほとんど輝きを見せず、ガーディアンは、ダービーのシーズンで一番の失望だったと告表した。9月23日のリーズユナイテッド、AFC 戦では珍しく良いパフォーマンスを見せた。 後半28分から途中出場するとその2分後に2人のディフェンダーをかわし左足でゴールキーパーの頭上を超えるゴールを決め1から1の同点に追いついたダービーはシーズンの大半で残留争いを強いられたが降格は免れた怪我や能力を発揮できなかったこともあり良いオファーが届かずキンクラーゼはクラブに残留したキンクラーゼにとって 2001から02シーズンの序盤は、前、シーズンと似たようなパターンで、先発出場と途中出場を繰り返した。ジム・スミス監督が2001年10月7日に、辞任すると、スミスのお気に入りだったキンクラーゼはひどく落ち込んだ。新たに監督に就任したコリン・トットは、チームスタイルの変更を示唆した。トッドは、テンプの才能を持った選手を好まず、キンクラーゼは、 監督が変わってから2ヶ月間でわずか1試合に途中、出場しただけだった。キンクラーゼは、出場機会の少なさに苛立ち、チームから排除されていることについて弁護士を立てて、話し合いの場を設けるという異例の方法を取った。これに対し、もしクラブに不満を抱いているなら、移籍することもできるとトットは応じた。キンクラーゼの代理人によれば、マンチェスターシティ、 スペインのバレンシア CF や RCD マヨルカ、マラガ CF が興味を示したという。しかし、リーグ戦で最下位より一つ上の19位に低迷していたため、2002年1月14日にトットが解任され、1月30日にジョン・グレゴリーが新監督に任命された。キンクラーゼはクラブに残留し、シーズンの残りはレギュラーとしてプレーした。 しかしダービーの不審は続き、キンクラーゼは、キャリアで3回目の降格を経験することとなった。クラブは3500万ポンドの負債を抱えており、総額で年間1700万ポンドの賃金の削減に乗り出した。ダービーは、高額な年俸の選手を厄介払いすることとし、クラブにいても未来はないと知らせた。キンクラーゼの契約は2003年夏までだったものの、 クラブを離れたがらず、トルコのリーグ王者ガラタサライからのオファーを断った。クラブは、キンクラーゼとの契約を終わらせようとしたが、彼は、リザーブチームで9月29日までの期限で、トレーニングを続けた。2002から03シーズン第4節のウルバーハンプトン、戦、第5節のロザラム戦に連敗した後にトップチームに、復帰し、8月31日のストークシティ戦で、 公着状態となった後半に投入された。彼の投入によって、試合の流れが決定的に変わり、ダービーは2から0で勝利した。キンクラーゼは両方のゴールに関わった。彼は故障のため、2002年の残りの試合の約半分を欠場した。2002年10月、ジョージア代表のアレクサンドル・チバーゼ監督は、ロシア代表との試合で意外にも、 キンクラーゼとキャプテンのゲオルギ・ネムサーゼを招集外としたことで国内で物議を醸した。キンクラーゼは自分のコンディションが悪かった時も監督はいつも電話で自分のプレーについて尋ね代表に呼んでくれた。今はチームにフィットしゴールを決めているのに招集されず電話もかかってこないと驚きと失望を口にした。キンクラーゼとネムサーゼは 次の UEFA 欧州選手権予選のアイルランド代表戦ではスタメンに復帰した。ダービーの財政状況が悪かったため、1月まで3ヶ月以上給料未払いの状態が続いていた。彼はチームを退団するつもりでいて、代理人はドイツのハンブルガー SV やガラタサライが興味を示していると認めていたが、移籍には至らず、クラブに残留した。シーズン後半は、 出場機会が増え、サポーターによって、ダービーの年間最優秀選手に選ばれた。ダービーはシーズンをリーグ界で終え、来シーズンに向けては、パラシュートペーメントの分配が切れるため、コストを削減する必要に迫られた。その結果、ダービーは、キンクラーゼに1年間のオファーを出したが、年俸は、以前の契約の3分の1であった。キンクラーゼは、 この契約延長の提案を断り、タイトルを狙えるチャンスのあるチームへの移籍を熱望した。この目的に向け、2003年5月にリバプールとの話し合いを行った。ダービーとの交渉は、前向きな結論には達せず、クラブを去ることになった。プレシーズンはクラブに所属せず、前の代理人、ジム・スミスがスタッフを務めている、ポーツマス FC でトレーニングをした。しかしポーツマスは、 キンクラーゼではなく、マンチェスターシティに所属していた、司令塔、エアル・ベルコビッチとの契約を決断した。それから数ヶ月は、スコットランドに渡り、ダンディ・ FC やセルティックとも連絡を取ったが、契約には至らなかった。彼は、リーズ・ユナイテッド・ AFC のトライアルに参加し、契約を得るためにリザーブチームでもプレーした。しかし報道によれば、トレーニングに遅刻し、 エディ・グレイ監督は、キンクラーゼのトライアルを打ち切った。結果として、彼は、個人でトレーニングをすることになり、ロシア代表とのリターンマッチに向けた代表チームでも、居場所を失った。2003年12月、パナシナイコス FC のオーナー、ヤニス・バルディーノ・ギアン・ミスの招待を受けて、1週間のトライアルに参加した。しかし、トライアル終了後、クラブは、 彼と契約しないことを決定した。半年後、ロシアに渡り、FC 新肉やロスラブリと交渉したが、ここでも契約を得られなかった。2004年10月まで、1年半無所属の期間が続いた。かつて代表でチームメイトだったて、ムケツバイヤは、キプロスのアノルトシス・ハマグスタの選手権任監督を務めており、欠売ヤは、かつての友人にキャリアを立て直すチャンスを与えるため、 アノルトシスでプレーするオファーを出した。11月21日、キンクラーゼはタイトルを争うオポエルニコシア戦でデビューし、得点も決めた。5から0で勝利したオリンピアコスニコシア戦でも得点を決めた。翌年2月にはリトアニア代表との親善試合で代表に呼び戻された。当初、彼の契約は1シーズンのみであったが、クラブは契約をもう1年を延長した。 アノルト室は、キプロスファーストディビジョンで優勝し、UEFA チャンピオンズリーグ2005から06、予選の出場権を獲得する重視とした内容で、シーズンを終えた。チャンピオンズリーグ予選では1回戦の FC リナも、ミンスク戦では、ファーストレグとセカンドレグに先発出場、2回戦のトラブゾンスポル戦では2試合とも途中出場、3回戦のレンジャーズ FC では、ファーストレグに、 フル出場した。レンジャーズ戦でのプレーが、FC ルビン火山のグルバンベルディエフ監督の目に留まり、ベルディエフは彼をクラブに招待した。2005年8月22日、アノルト室での最後の試合となった、キプロススーパーカップのオモニアニコシア戦を終えると、その2日後、レンジャーズとの2ショートトンレグが行われていた日に、ルビン火山との契約を結ぶために出発した。 8月26日、アノルトシスとルビン火山間で合意に達した。キンクラーゼはシーズン終了までの契約にサインした。キンクラーゼは、ロシアサッカープレミアリーグでプレーする、ジョージア人選手としては、最も優勝経験が多い選手となった。キンクラーゼは、翌日の FC、ロストフ戦で早くもデビューした。コーナーキックから、ビタリスアスタッフイエフスのゴールをアシストするなど、 個人レベルではデビュー戦の出来は良かった。その後2試合はデビュー戦ほど目立たなく、いずれも途中交代した。ベルディエフ監督の信頼には影響がなく、試合後のミーティングでも彼には時間が必要だ。彼は経験豊かな選手でチームを助けるだろうとキンクラーゼを擁護した。次の FC テレクグロズヌイ戦は後の1で勝利し、 キンクラーゼは2ゴールにアシストと勝利に大きく貢献した。しかし FC とムトムスク戦では PK を失敗するなど低調な出来だった。試合後、ベルディエフ監督はキンクラーゼを PK のキッカーに選んだのは間違いだったと主張した。ベルディエフ監督はキンクラーゼをチームで使うことに懸念があったものの、キンクラーゼは4から2から3から1のフォーメーションの 攻撃的 MF のうちの一人として使われた。キンクラーゼの即興的なひらめきを好み、テクニックあふれるプレイスタイルは、チームの攻撃により、バラエティをもたらし、ベルディエフ監督が好んだ、控えめなプレイスタイルとは、対照的だった。彼は4試合連続でアシストを記録した。最も重要だったのは、翌年の UEFA ヨーロッパリーグ出場権を、 決定付けた FC ゼニとサンクトペテルブルク戦でのアシストだった。その後、彼はブルガリア代表とヨルダン代表との親善試合に向けて代表チームに招集されたが、肉離れを起こし代表戦とルビン火山のリーグ最終戦を欠場した。2005シーズンは9試合の出場で2ゴール7アシストという結果だった。前シーズンの初めに所属していたアノルトシスからの 再契約の動きがあり、ルビン火山はキンクラーゼへの契約延長のオファーを先延ばしにしていたが、キンクラーゼはアノルトシスからのオファーを断り、ルビン火山に止まることを望んだ。ルビン火山はキンクラーゼが残留することへの願望はあるものの、契約交渉は家庭の理由により先延ばしになっており、1月中旬までに新たな1年契約の合意に達する予定だと表明した。 2005シーズンは成功を収め、キンクラーゼは38歳までプレーしたいと語っていたが、2006シーズンが彼の最後のシーズンとなった。FC 新肉ヤロサラブリとのカップ戦で負傷し、これが彼がフル出場した最後の試合となった。フル傷の再発によって予想より長い戦線離脱を強いられ、5月末にようやく本格的な練習が再開できた。キンクラーゼは、 体の調子を維持するために奮闘を続けた。2006年8月20日のロストフセンがキンクラーゼのキャリアで最後の試合となった。9月に代表チームに招集されたが、控えで出場機会はなかった。その後すぐ別の治療を受けた。10月、ベンチ入りしながらも出場がなかったことが一度あった。ルビン火山の最高責任者は、 報道機関にチームのジョージアジン選手の練習やサッカーへの姿勢に関して疑問があると発表し、キンクラーゼと彼の同胞たちへの風当たりが強くなった。11月、キンクラーゼは再び負傷し、シーズンの残りに出場できなくなった。キンクラーゼにとって残念な年の後、ルビン・カザンは彼との契約を更新しない決断をした。2007年1月、 以前所属していたアノルトシスと話し合いの場を設けたが移籍は実現しなかった。2007年8月、かつて代表でチームメイトだったマルハズ・アサキアニへのインタビューによって、キンクラーゼは引退して、モスクワにいることが確認された。キンクラーゼは後に代理人となり、2011年8月に以前、所属していたアノルトシスに戻り、2012年6月まで、務めた。 ありがとうございます。